キシ君の真剣な表情と翔君の意外な登場。ファン必見の衝撃映像。ショウの楽しいヤギダンス動画が到着しました。これは待ちに待った瞬間です。キシと神宮寺が踊る姿が SNS で笑いを誘いましたが、予想通り、動画を撮影していたウが最後に登場し、踊りました。まず、キシ君の表情に注目です。 彼の真剣な顔つきはまるで舞台裏での準備中のようです。しかし彼の表情は本当に素晴らしいものです。その真面目な顔つきが彼が本気でダンスに臨んでいることを物語っています。一方、翔君のにっこり笑顔と元気なダンスは見るものを楽しませます。彼の無邪気な笑顔は見る者の,の心を打つでしょう。 最初の反応は驚きだった。誰もが岸くんと仁君くんの踊りを期待していたが、翔くんが現れた瞬間、喜びの声が上がった。岸くんの照明係の仕事は見事で、笑顔でゴートの面々を照らし出していた。そして、岸くんの表情も見事で、真顔ながらも笑顔を見せることもあった。岸くんの照明担当のおかげで、 今回の動画もとても素敵な雰囲気になりました。騎士君の照明は以前の神宮寺雄太の動画と同じような感じで笑顔でゴートを演じていました。もう私は絶対に知っているあの爆池ゴートとは違うと思いましたが、わらしょう、こういうところが面白いですね。騎士君の照明担当も神君の時と同じ感じで真顔で演じていました。 前日に騎士君が照明担当だと思っていたので、わらしょう、この狭い場所でめちゃくちゃ笑顔でゴートを演じていました。撮影中には騎士君が撃たれる場面もありましたが、それもまた魅力的でした。そして騎士君の照明担当としてのプロ意識も見逃せません。彼の真面目な顔つきは、彼がいかに仕事に真摯に取り組んでいるかを物語っています。 彼の存在がこの楽しい動画に一層の深みを与えています。動画の中では翔くんと岸くんの間には興味深い対比が見られます。翔くんのにこやかな笑顔と岸くんの真剣な表情との対比は視聴者に多くの感情を呼び起こすでしょう。この対比が動画に深みと興味深さを与えています。さらに3人の中の良さが伝わってきます。 彼らが互いに信頼し合い、楽しんでいる様子は、視聴者に温かな感情をもたらします。彼らの絆が、この動画を特別なものにしています。キシ君と神宮寺優太が楽しんでいる様子を見て、SNS 上で笑いが広がりました。しかし、意外なことに、動画を撮っている最中の平野翔が最後に踊り出しました。その光景に、多くのファンが驚き、 喜びました。最初、騎士くんと神宮寺優太の楽しいダンスに目を奪われていた人々は予想外の展開に驚きました。動画が進むにつれて、翔くんが登場することに気づき、彼のファンたちは歓喜しました。彼の笑顔や可愛らしいダンスは彼のファンたちの心をつかみ、彼らを幸せな気持ちにさせました。 キく君と神宮寺勇太たが楽しんでいる様子を見て、多くの人々がその場面に笑いを乱しました。特に、キく君の証明係としての真剣な表情が印象的でした。彼の真剣な表情は、彼が仕事に真剣に取り組んでいることを示していましたが、同時に、彼のファンたちに笑いを与えました。翔君の登場は、動画に新たなエネルギーをもたらしました。 彼の楽しい表情や可愛らしいダンスは多くの人々の心を和ませました。彼のファンたちは彼が登場するたびに彼の笑顔や可愛らしい仕草に魅了されました。彼の登場は動画に新たな魅力を与え視聴者たちに笑顔を与えました。キく君と神宮寺優太の楽しいダンスに加えて翔君の登場が動画に新たな魅力をもたらしました。 彼らの楽しい様子や笑顔は視聴者たちに幸せな気持ちを与えました。彼らの登場によって動画はより楽しいものになり多くの人々に笑顔を与えました。しかし動画の中で最も印象的だったのは騎士君の真剣な表情でした。彼の真剣な表情は彼が仕事に真剣に取り組んでいることを示していましたが同時に 視聴者たちに笑いを与えました。彼の真剣な表情は動画に新たな面白さを与え、視聴者たちに笑顔をもたらしました。この動画は単なる娯楽以上のものを提供している。それはファンとアイドルとの絆を強めるものであり、彼らの日常生活に親しみを持たせるものだ。騎士くんの照明係としての姿や翔くんの活発なダンスは、 彼らのプロフェッショナリズムと人間味を同時に感じさせる。しかし、一方で、この動画が示すのは、アイドルたちも普通の人間であるということだ。彼らも笑い、楽しんで、真剣に取り組む姿が垣間見える。それが彼らの魅力の一部であり、ファンとの絆を深める要因でもある。このような動画は、単なるエンターテイメント以上のものを提供している。 それはファンとアイドルとのつながりを強め、彼らの日常生活を親しみやすくする。岸く君の照明係としての姿や、翔君の元気なダンスは、彼らのプロフェッショナリズムと人間味を同時に感じさせる。最後に、翔君と岸く君の登場が動画に新たな魅力をもたらしました。彼らの楽しい表情や笑顔は、視聴者たちに幸せな気持ちを与えました。 彼らの登場によって動画はより楽しいものになり多くの人々に笑顔を与えました。騎士くんと翔くんの登場によって動画はより楽しいものになりました。彼らの楽しい様子や笑顔は視聴者たちに幸せな気持ちを与えました。彼らの登場によって動画はより魅力的になり多くの人々に笑顔を与えました。 キく君と翔くんの登場が動画に新たな魅力をもたらしました。彼らの楽しい様子や笑顔は視聴者たちに幸せな気持ちを与えました。彼らの登場によって動画はより楽しいものになり多くの人々に笑顔を与えました。この動画がどのように視聴者の心を捉えているかを考えてみましょう。翔くんの楽しそうな表情やダンスは視聴者に笑顔を与えます。 一方、騎士君の真剣な顔つきは、視聴者に彼の熱意とプロ意識を伝えます。この対比が、視聴者の心を捉え、彼らを動画に引き込んでいます。この動画からは、三人の中の良さやプロ意識、そして楽しさが伝わってきます。彼らのダンスは、視聴者に多くの感情を呼び起こします。彼らの絆や熱意が、 この動画を特別なものにしています。最後に視聴者に向けて問いかけます。この動画があなたの心をどのように捉えましたか騎士くんの真剣な表情と翔くんの楽しいダンスの対比はあなたにどんな感情を与えましたか彼らの中の良さやプロ意識はあなたに何を伝えましたかどのような瞬間があなたの心を特に捉えましたか それでは、あなたの感想をお聞かせください。